皆さんこんにちは、ワンダーリグルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキット PS2 版空母禁止プレイ続けていきたいと思います。艦隊戦でね、空母を一切使わない、まあ、ゲームの設定で空母を使えない状態にしてありますので、空母をね、自然的に使えない、まあ、そういうプレイになっています。では続きをプレイしていきたいと思います。まず今はですね、トラックの方に艦隊を集めて再編してですね、その後ラバウルまで攻略を進めていこうかなというふうに思っています。で、艦隊のダメージ状況によってラバウルからさらにですね、オーストラリアというところを狙っていきたいと思います。でシンガポールから先は進行の予定はなくてですね、まあ西側はこれで一旦打ち止めというふうに考えています。技術投資とドイツへのアルミの供与は設定してありますので、このまま一旦進めちゃいましょう。でトラックの方には艦隊集めてますので、艦隊をね一旦再編して、特にヤマトはじめ戦艦は戦艦で固めて、従順は従順で固めてというようにですね、ある程度主砲のレンジが揃うような形に艦隊をね、作っていきたいと思います。では艦隊の再編していきます。では艦隊をね再編しましたので、艦隊ご紹介しましょう。まず第一艦隊、ここなんですが、戦艦ヤマトを機関にしています。まあ、伊藤誠一中将が今乗ってますけども、これ長門とヤマトで、伊藤さんと山本さん入れ替えましょう。まあ、ご覧のように戦艦5隻からなる戦艦の部隊。そして、第2艦隊。これも戦艦3隻入っていて、以下従順がね、入っている、まあ、火力の出る艦隊に仕上がっています。で、第4艦隊、第8艦隊は駆逐艦のみ、水雷戦隊という位置づけです。それと、もう一つご紹介しておきたいのがこちらになるんですけども、ここがですね、第9艦隊、従順3、軽順2からなる艦隊になります。で、今回ですね、作戦目標としているラバウルなんですけども、今ご覧いただいているこの第9艦隊、そして先ほどご覧いただいた戦艦の第1、第2艦隊、この3つの艦隊をね、ラバウルに、出撃させていこうと思います。では、その前にまずは、生産。国政系やっておきましょう。スパイはラバウルからオーストラリア一帯にかけて行いました。まずドイツにワンパターンですが、アルミ汚染供与で、技術投資ですが、まあちょっとお金が不足してきているので、浅めに入れておきます。で残ったもので、本当はね、戦力増強したいんですが、輸送船を作りましょう。お金がこんだけ減ってる理由っていうのはですね、まあ一つはシンガポール。ここに飛行場3つ作ってます。占領するときに3つ破壊して、これを守るために3つ今作ってるので、ここでね、少しお金を使ってしまっているのかなというところはあります。では、ラバウル攻略戦始めていきましょう。まず連合軍の艦隊がマラッカ海峡に進行ですね。シンガポールにやってきたという状態なので、これを撃退していかなきゃいけないですね。敵の艦隊の数は不明。そしてまだ飛行場が完成していないので、艦隊だけで守らなきゃいけないという状態ですね。出撃する艦隊確認していきます。まず戦艦コンゴを率いる14隻からなる第6艦隊、そして、第7艦隊ですね。これは軽巡と駆逐艦です。そして最後、軽巡と駆逐艦、同じく15隻からなる第14艦隊。この参考艦隊投入して、守りに入りたいと思います。飛行場の戦力がね、ちょっと期待できないというところなので、ここは注意が必要かなと思っています。で、飛行場がない以上ですね、特に飛行場を守る必要がないので、敵の艦隊の侵入ルートを考えて、待ち受ける形、団子状態で待ち受けて一気に高火力で敵を潰すと。こういうのをね、少し考えていきたいと思います。よって、マップの右側に艦隊を集中させます。敵の進行ルートは、まあ、一点、左側からしか絶対に入ってこないので、この左側から入ってくる艦隊をね、参考艦隊で迎え撃つと。で、水雷戦隊、軽巡と駆逐艦からなる水雷戦隊は突撃して、すれ違いざまに魚雷をぶち込む。戦艦、金剛は、砲撃戦で敵を仕留めると。
という形で戦っていきましょう。よってまずはね、移動しやすい形に陣形を各艦隊整えます。おっと、敵艦隊発見してるな。敵の艦隊の位置は思ったところと違うところに出てるね。ここにいますね。だいぶ違うところにいるわ。これは迂闊だったな。急速回答していきましょう。ただ回答するときもね、十分に注意しないとまた団子になっちゃうので、団子にならないように、注意をね、十分に払って、いきたいと思います。今交戦しているのが第6艦隊ですね。ここは唯一戦艦が入っている艦隊です。どれくらいの規模の敵艦隊が入っているかもわからないんでね、一つ言えるのは我々の、第6艦隊のね、後尾、駆逐艦とかがいるね、最後尾に艦隊が取り憑かれている状態なので、まずは旋回をして、しっかり戦艦がね、砲撃できる体制を整っていきたいと思います。今第6艦隊、全艦回答中というところですね。第7、第14艦隊も今、艦首をね、向きを変えて敵の艦隊の方に向けているという状態です。敵の空母がいそうだね。ヨークタウンがいるな。このヨークタウンから艦載機が出てくる前にヨークタウンを沈めたいですよね。第6艦隊は突入させましょう。で、すれ違いざまに攻撃、すれ違いざまに魚雷、そういう形を狙っていきます。特に夜明け前までにどうしてもヨークタウンは撃沈したい。で、敵の艦隊と団子になるのも避けたいので、要注意ですね。なので敵の艦隊と平行にすれ違う状態を作れればいいかなと思います。ちょっとマップがね、マレー半島が大きい分若干邪魔くさいんですが、第7艦隊は遠目に、第14艦隊はね、クルーザーと軽巡しかいませんので、これは逆にね、すれ違いましょう。半島ギリギリにすれ違う、沿岸を航行するという作戦ですね。第6艦隊から今ヨークタウン、画面中央にヨークタウンですね。このヨークタウンは仕留めてほしいな。ヨークタウンを仕留めたいので、また少しずつ向きを変えて回答します。で、第14艦隊でね、最悪ヨークタウンを仕留めなきゃいけないので、ヨークタウンの方に、攻撃目標をね、切り替えていきましょう。ヨークタウンは結局ニューギニアの方でね、ソロモン海戦で日本軍からすると撃沈したと思ってたんですが、大破したまま、なんとか持ちこたえてですね、その後ミッドウェーで、応急修理した後、現れて、ミッドウェー海戦に参加したものですけどね、最終的にヨークタウンだけ空母飛龍の攻撃隊により撃沈されてますね。また今画面中央にヨークタウンです。魚雷もね、ちょっと夜なので見づらいですけど、撃ってる状況が見えます。これでも敵はなんでこのね、昼間に攻撃してきたんでしょうね。夜にしてれば、ごめんなさい、夜攻撃仕掛けてきたんでしょうね。昼間だったら、あるいは航空隊がね、飛べたのかな、なんていうふうに思うんですけどね。第7艦隊を突入させるタイミングがこの狭いところだとなかなかちょっと見つけられないかな。今第14艦隊がね、ヨークタウンの艦尾の方に迫っているという状態ですね。このままヨークタウンに突入、これを撃沈してくれればだいぶ楽になる。またちょっと団子になってきちゃいましたけど、ここはもうヨークタウンに向けて団子でいいでしょう。ヨークタウンを撃沈する。今画面中央にヨークタウンです。ヨークタウンに攻撃が集中してる。
これでヨークタウンを撃沈。敵の空母ヨークタウンを撃沈してます。あとは敵のね、まあ、戦艦とか出てますんで、これも撃沈しておきましょう。団子状態ですが、このまま攻撃しちゃいます。はい。敵ヨークタウンを擁する艦隊を撃滅しました。まあ、ただ、これで戦いが終わっていないということは、他にも敵の艦隊が入り込んでいるという、まあ、まさにその証だと思うので、今、団子になっている艦列をね、整え直したいと思います。これ今、夜が明けたので、敵の艦載機が出てくる可能性がありますね。ここは注意が必要というふうに思ってます。今、金剛から飛ばしていた偵察機が敵の艦隊を発見しています。遠からず敵も我々を発見するんじゃないかなというふうに思いますね。これが敵の艦隊ですね。ニューメキシコは戦艦だったと思いますが、空母がいるかどうかはちょっとわからないという状況ですね。この艦隊とどう戦うかだな。今まだ艦列がね、乱れている状態なんですよね。我々の方は。しっかり艦列をやっぱり整えておかないと、なかなかね、いい戦いができないというのもありますので、まずはしっかり艦列を整えます。はい。敵の艦隊このまま撤退したようですね。シンガポール、マラッカ海峡の防衛、成功になります。敵の艦隊見ておきましょう。我々の方も第6艦隊から2隻ですね。まあ、駆逐艦を失っています。で、第14艦隊から、まあ、1隻、クルーザー、ケイジュンが、大破。第6艦隊からは、ジュージュンと、戦艦混合が、中破という状況ですが、まあ、これをこのままですね、シンガポールのドックで直します。一方、アメリカ軍の方ですが、空母もう1隻いたんだな。これ取り逃しですね。ヨークタウンは撃沈して、ホーネットは取り逃しと。おいうところですね。まあ、戦艦、ノースカロライナ、ワシントン、この辺りは撃沈してます。で、ワスプもいたね。アメリカ軍の第13艦隊の方からはワスプ。第14艦隊からホーネットを取り逃しています。ヨークタウンのみ撃沈です。では、ラバウル攻略戦。まあ、こっちがね、今回の本命の作戦になりますからね。しっかりやっていきましょう。で、ラバウルの敵の飛行場の位置ですが、マップの右側とマップの、まあ、真ん中のあたりに1個ずつ飛行場ありますので、それぞれ攻略をね、進めていっちゃいましょう。これもね、スパイを送り込んではいるんですけども、スパイがまだ敵の飛行場の位置をマップに移してくれるほどに調査が進んでいない中での作戦になります。マップにね、もちろん表示してくれれば一番いいんですけど、それを待つよりかは電光石火で攻撃を仕掛けていきたいという意図からですね、多少無理押しであっても攻略を仕掛けていくというのがね、今回の作戦になります。では、敵の飛行場の位置から探っていきましょう。まずは第2艦隊が敵の飛行場を発見してくれてますので、戦艦からですね、思いっきし、そして従順からも思いっきし、砲弾をね、打ち込んでやろうと思います。第2艦隊、かなり火力の出る戦艦と従順中心の艦隊なので、早いタイミングでね、飛行場の破壊ができるんじゃないかなと期待しています。もうすでに今、砲撃始まってますね。第1、第9艦隊も飛行場を発見してますので、即座に、砲撃戦に入ってもらいたいというふうに思います。で、第2艦隊からですね、戦艦山城が中破してるんですけども、敵の艦隊と艦隊戦にならない限りは大丈夫だと思うので、このままですね、火力を生かしたいので、砲撃を続けてもらいます。なるべく早くね、半分まで削って敵の砲撃を沈黙させましょう。で、第2艦隊が攻撃している敵の飛行場、すでに半分削ったので、もう敵のね、まあ、基地からの砲撃の脅威はなくなったという状態です。で、一方、もう一つの飛行場の方もですね、こちらは第1艦隊と第9艦隊、まあ、戦艦ヤマトもね、砲撃に参加しているというところなので、まあ、近いうちにですね、こちらも無力化できるかなというふうに思います。できれば夜のうちに破壊してしまって、
味方の損害がね、少ない状態で、ラバウルの攻略完了できればと思います。で、敵の艦隊はね、今のところ発見していないんですが、この時点で敵の艦隊発見できていないようであれば、敵の艦隊いないと思うので、このままね、時間を進めて一気にラバウル占領しましょう。で、今はこうやって砲撃して敵の飛行場を徹底的に、まあ、破壊っていうね、手段を取ってますけども、近い将来できればここはですね、揚陸船作ってですね、まあ、占領っていう形、これもね考えていきたいと思ってます。破壊すると飛行場がやっぱり使えなくなってしまうので、破壊ではなくて占領をすれば、攻略した後すぐにその飛行場が使える状態になりますので、まあ、輸送船にねある程度余裕が出てきたら、揚陸隊、揚陸船、これもね作っていきたいというふうに思います。で、これで終わらないということは、もう一つ飛行場があるか、あるいは敵の艦隊がいるかですね。ちょっと索敵していきましょう。もう一つ飛行場ありましたね。これ第二艦隊で攻撃させましょう。もしかしたら夜明けになってしまうかなと思うんですが、第一艦隊もヤマトはじめ戦艦、はい、多数配備されているので、逆側からも攻撃をしましょうか。第一艦隊と第二艦隊の戦艦部隊でね、攻撃を仕掛けていきましょう。今、画面の右側から第二艦隊が、そして画面の左側、少し暗いですけどね、そっちからは第一艦隊が、飛行場に向けて、砲撃をしている、艦砲射撃をしているという状態です。もうすぐ夜明けになってしまうんですが、敵の艦隊はいなそうなので、このままですね、第一艦隊と、第二艦隊の艦砲射撃で敵の飛行場を破壊してしまいたいと思います。今、日の出を迎えました。これからね、敵の航空機がこの飛行場から飛び立ってくるというリスクがあるんですが、その前に飛行場の破壊ができそうですね。さすがに戦艦これだけね、揃えると、火力が出るので、飛行場の破壊も早いですね。これでラバウルの攻略完了です。戦艦山城だけ中破してます。それ以外のダメージはほとんどないというね、戦艦になります。では、これで、次回はですね、オーストラリア攻略に向けて艦隊をね、さらに進めていきたいというふうに思います。では今月の作戦会議ですね、ジャワ島の攻略完了してますので、ボーナスで、臨時予算1万5000もらってます。大きいな。南雲さんが一番活躍したという評価ですね。で、この後の作戦目標なんですけども、まあ、どこにするかというところなんですが、南太平洋、そうなるか。できればね、オーストラリア方面の攻略をしたかったんですが、それができない、まかり通らないということであれば南太平洋だね。南太平洋を抑えてしまって、その後オーストラリア方面の攻略に入れれば、南太平洋に艦隊集中しておけばね、アメリカ軍の太平洋からの進行ルートをね、一つ潰せるということになるので、南太平洋2ヶ月で攻略にしましょう。では次回、この南太平洋攻略とあとね、オーストラリア方面の攻略について作戦を検討していきたいというふうに思います。